ヨコモ、入門者向け組み立て式ドリフトキット、ルーキードリフト RD1.0 を発表。ドリフトラジコンを始めるにあたって、組み立ても楽しみたいという方に、最適なドリフトシャーシキット、ルーキードリフト RD1.0 です。これまでヨコモが培ってきたドリフトカー、YD2Z のコンポーネンツを使用しており、ルーキークラス向けに提供される組み立てキットです。性能的にクラストップであるのはもちろん、オプションパーツでの拡張性も他に類を見ないほど充実しています。シャーシキットのみですので、搭載する RC 装置を自由に組み合わせられるのも魅力的です。最初に、ミドルからハイクラスのコントローラーを選んでおけば、マシンがスペックアップした際にも長く使用できます。現代のドリフトシーンにマッチした構成で最高のドリフト走行を楽しめます。基本的なパーツ構成は YD2Z と同様です。もちろん既存のオプションパーツも全て装着可能なので足回りのチューンアップも自在です。アッパーデッキ後端を組み替えることでモーター位置を最下部まで設定可能です。13段階のモーターポジションで好みの位置を探せます。バッテリーホルダーが2種類付属していますので、一般的なラジコンカー用のスタンダードサイズからドリフトでよく使われているショートサイズリポバッテリーも使用可能です。スロットルレスポンスのいい3ギアトランスミッションを採用。加速時のフロントの浮き上がりも抑えられるので、ステアリングのトレース感も損ないません。3分割式のギアボックスは、キャップを取り外すだけですぐにDEFにアクセスすることが可能。DEFのメンテナンス時にはもちろん重宝しますし、オイルの粘度変更やボールDEFと交換する際にも素早く対応可能です。ルーキードリフト RD1.0組み立てシャーシキット、価格は定価 28,380 円、税込み。ルーキードリフト RD1.0 組み立てシャーシキット YG302 ステアリングジャイロ付き、価格は定価 32,780 円、税込みとなっています。それではまた次回お会いしましょう。